ところはやっぱオートマですかね。もう気にせず、もう普通にアクセルワークだけで進んでくれるので、急な坂道発進する時でももうスムーズに前に行ってもらえるので、自分に対しての負担っていうのはないです。スコット5は自分がギアを上げようかなというタイミングで変わってくれるんで、違和感なく乗れてますね。パネルとか操作しやすいですし、ポジションがすごくいいんですよね。シートとかも硬くないですし、長距離乗ってても全然疲れないですね。クオンが一番僕は乗りやすくて好きですね。昔はクラッチを踏んでマニュアルシフトでシフトアップしていったっていうところが、やっぱりフルオートマとかそういうシステムができて、そっちの方が燃費が上がったりとかっていう部分もありますんで、今のシステムの方じゃないとはもう楽だし、もう昔には戻れないねみたいな話にはなりますね。ギアも全然やっぱり違いますし、まあ運転はしやすいです。クラッチがないっていうだけで、やっぱりその、まあ、歩行者の方もやっぱり目が全然行き届きますよね。余裕はあります。全然安全につながりますから、やっぱり運転しやすいことが一番だと思います。このオートマチックミッションというのは、運転者の技量に関係なく、ある程度一定のレベルを出してくれるっていう点では、会社として考えたときにはいい点数がトータルでは取れるような気がいたします。このスコット5については、その自動変速プラス、まあ、その燃費の良さというところと、あと操作性が、操作がしやすい操作性の良さというところを考え、まあ、それを織り込んだという製品になっています。スコット5というシステムでは重量ないし勾配を検知して、その時の最適なギアダウンを選択する、そういったところにドライバーの意図と合っているというところがやっぱり良いねというコメントをいただいております。もうオートマで制限されて加速もゆっくりやし、まあ、エコモードで行くとやはり回転数も決められているので、ゆとりを持ちながら仕事ができるというのもいいことかなと。